当たる聖寺は、兵庫県神崎郡福崎町にある、天台宗の寺院である。関西花の寺25霊状8番、番州薬師霊状第13番札所である。さらの寺として知られている。境内の庭園は、兵庫県より文化財に指定されている。白地年間に、報道千人によって回帰されたと伝わる。鎌倉時代中期に、 勇雲大徳によって中高され、南北朝時代には赤松の利助の祈願書として反映した。江戸時代には姫路城主の三景を仰ぎ、徳川将軍家三代と姫路城主歴代の位牌を暗示している。三門前には頭と足は石製で胴体はさつきの生垣の根半物がある。右脇腹を下にして横たわり、身長約八メートル。 肩幅の一番、広いところで高さ1.5メートルある。この涅槃仏像は、第34世移住職ゆ広氏和尚が1994年に完成させたものである。さらに、その周囲に、日本全国の山と川の108個の石を配置し、四方には、さらの木を植えることにより、前述の涅槃仏と合わせて、立体涅槃図とした。ABC 福崎町教育委員会2004 P12 桑谷幸明、花巡霊第20号平成25年同番らの寺の立体ネハンズと仙台の思い2013年1月1日発行関裁判の寺に十5箇所霊場会事務局ありがとうございます